見て見て、めっちゃでかいよ。こうやって作ったんだよ。はい。受け付けたのを、多分これのちっちゃいのあたりを持って行っていいのかなと思ったら、どうも入りそうでもない池だから。これは入れないですよ。入れない。これめちゃでかい。でっかー。でもこれでもね、まだ小さい方。これでちっちゃい。これで小さい方。大きいやつでも小さい方。すごい。こんなでかかったっけ？そうですね。いい、初めて見た。かっこいい。めっちゃかっこいい。でも綺麗でしょ。綺麗ですね。いや、黒が入ってるのがかっこいいな。あれね。はい。やっぱそんだけ1万坪ぐらいあるところで育つから大きくなるんですか？まあね、だけど大変。買ってる人はね、頼んでる人は。本当はもちろんちっちゃいところで、はい、あれさがちゃんと魚も見えるし、でも見えないところで餌やってやってるから、かえって難しいと思う。これ今黒あそこにいるでしょ、はい、あれがまた薄いでしょ、ああいったのがこういう黒が出てくる、そういうのを見越してこう張ってみる。あれなんかそうよね、今から頭に模様が入ってそうそうかっこいい、あいつかっこいい、あいつかっこいいの、かっこいいです、かっこいいです、ヒーっぽい、あれはね、何にもなかったのよ。へぇ、あれが何にも模様なかった。あの、中山くんが用意してくれてるから、それで皆さんに池に入れてもらおうと思って。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんが選んで好きな鯉を、ちっちゃいのとかちょっと大きいのとかするから、それ選んで持って行って、で上手な飼い方がこの時に死ななくてできるようになったら、だんだんといい鯉を。あーマジ。こんなすぐでかくなるんだ。気に入ったやつ、気に入ったやつ、好きなの、好きなの、はい、いやいや、これも好きだから、自宅用と両方ハムネオくんの作品いいですか、今なんかハワイと思ったのがいたんですけど、結構はいい、同じくね、これでしょ、はい、それはもうそういうの作ってたの、これでしょ、そいつ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 、あー、わかるわかる、かわいい、おー、3人とも選んだやつ、昭和三式、これが昭和三式、3人とも選びました、かわいい、大正なのこれ、すごいね、いや、めっちゃかわいい、大正三式、大正三式、大正三式、大きくなったら埋まりそうですよ、埋まりそうですね、そうそうそう、そうぎゅうぎゅう詰めになっちゃう、目が白くて器より大きくならないから、あ、盆栽と大体一緒でね、器の大きさに、植木鉢の大きさと一緒なんだ、かっこいい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 ってなるんだね。初めての感覚が、可愛いとか、これがやっぱりユーチューバーとエンターテインメントの違いだね。かっこいいって、そうか。うち結構大きいです、池は、うん、まだ10個ぐらい持っていく、え、そんなにいいですか、いいよいいよ、マジですか、嬉しいよ、めちゃめちゃ嬉しい、11名拾ってきた、やったやった、やった、むしろ選ばないで、なんで選ばないで、わあ、これもいい、かわいいね、かわいい、これみんな喜ぶぞ、帰ったら、ね、絶対喜ぶ、お、いろんなのが入った、こいつ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 、かっこいい、すごい思ったら、すごい、お、日の丸やん、わ、ほんとだ、山頂、おりゃー、おりゃー、胸おけにもこういうのを置いてたらいい、あ、なるほど、それがし、面白い、新陳代謝がなくなって、餌は食べてもそれを十分消化できない。そう、でもサクサク食うから、ね、餌やりたいのよ。だからもう冷たくなったら餌やらない方が死なない。餌やるとダメ。餌やると春先に違って。冬場はもう餌やらないから。それのサイズだったら鶏肉系とかつけてたらいいかな。トレとかだと、やっぱりアオサギとか、取られるから。で、ネット買ってた。そうそう、ちょっと肉。はい、ネット。楽しんでください、はい、ありがとうございます、うわー、すごい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、またまた行きます、ありがとうございます。
酸素をシューって入れるのかな。よかったよかった。日の丸くん、日の丸くん、でかい日の丸くん。前川さんに来てもらった一番の目的は、はい、あのもらったコインかゲットラーを見てほしいというのが一番の目的だったので、はい、いただいたコインを見てもらいましょう。さあどうなってるか。ちょっとわ、すごい寄ってきてる。もう懐いてる。はあ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 、おおすごい。一回土砂降りの日に一匹そこでピチピチになっちゃってて、あマルチが加えてたんですよ。でやべえと思って取り返してパッて入れたら大きくなってたけど、次の日の後普通に元気いっぱい本当に伸びたっていう。こっちだけなんか色が白、そうそう、色が白っぽくなってる、っぽくなる。あれそうそう、ああいうのね、色がなくなるの、ね、状態としては今いい状態、状態はいい。おすごい元気。倍ぐらいがやっぱ一番でこない。どれが気がする自分成長してる。名前がついてるんだ。初めて聞いた。でも改めて見るとあれでかくなってる。めっちゃでかくなってる。めっちゃでかくなってる。めっちゃでかい。ちなみにここ池が完璧にできてなくて、1日に半分ぐらい水が抜けちゃうんですよ。でもその代わり1日に半分ずつ水が入れ替わっていってるんですよ。なるほど。古い水が全部、そうですそうです、新しい水が入ってる。でこの間ここのこれ作ったんですよね、このテラス、はいはい、その時ここ穴掘ってみたら、ここ穴掘ったら水がジョーンって入ってきて、ここの水が漏れて穴掘ったんですってぐらい、そうなんだ、毎日水が入れ替わってた。逆に、そう、逆に良かったのかな。これはたまらない。で、これくるくるっとすることない？あ、見たことない。あんまないよね。だいたい普通ね、魚ね、あのなんていうの、この下の砂のところに、ね、背中をくるくるってやるのよ。そういった時は虫がついて。へえ、じゃあいい状態なんだよ。そう、いい、全然しない。色が良くなるんだ。一匹だけそうか、色が。これなんかこういうのがあんのよ。オレンジ色に。大体ああいう鯉ってね、もともと一番綺麗だった鯉。ああ、綺麗だった鯉がね、やりと色がなくなる。へえ。まんまらしい。そう。色揚げの餌と普通の餌を半々で。半々やってるわけだ。あ、大変だけど。本格的。すごい、さすがだよね。いやー、嬉しいですね。嬉しい。ね、元気で。知らないってのはすごいもん。普通絶対死ぬ。ああそうですか。ほとんど死ぬ。でクルクルしてないからやっぱり水の状態がいいんだね。よかったですね、子供さん。もうすごい水が出た海岸。鳥よ、あれ？ああ。一応糸を張って鳥よけもしてるんですけど、それ以上にバルクが。そうそう、まあね、いるから。素晴らしい。パトロール。今おしっこしてる。これで何センチぐらい？70センチぐらい、僕70センチ。8ある。はい、8あるの。これはもう90ぐらい。で、何があるんだ、うん、これ一番大きい方やろ。そうそう、これで、ね、もう90センチから、うん、でかー、でかー、なんだこれ、何だこれ。すごいね。おっ、あっ、うん、おっ、あっ、分かるかな、これ大きさ。これでもうこれたらいが1メーターやけんね。うわ、もうじゃあ1メーター近いじゃん。
これが1メーターのタライ。これでも何歳なんだ。でかこれで3歳。え、こっち何歳？これはもう何歳？これはもう10歳いってるよ。こっちが8歳ぐらい。これが10何歳いってる。もうこれは昔からの有名な結構。そうなの？これは。へぇ。親に使ったの。あ、なるほどね。うん、もうじゃあ引退なの。そうそう、一応。だけどこの結構はいないから今。へぇ。どうしようかな。これは、三景っているじゃん。あのこっちに今ほら炭が、うんうんうん、黒いのが入って、うん、黒いのがいるじゃん、うん、ああいうのの掛け合わせからこういうのがまた生まれた。え、黒が入ってんのから？黒が入ってんのからこれが生まれた。へえ。入ってないの。そういうのもあるか。いるの。あ。すいません。これが運ばれた。なるほどね。どうしたの？大きくなったね。あれはただ、あれ一人だけ。これ金星、金星。あれは手術。明日これは積み込むけど、うん、で、この大きいやつ、ね。うわ、すごい綺麗な赤。明日の朝に、うんうん、今水を合わせ、これで池の中の水で今日取って、そのまま一晩置いとって、なるほど、水温をこっちはもう外だけさ、寒い、冷たいから、冷たいから、そうかそうか、これは明日の朝に、あ、中にいるやつを外の水温に合わせる、そうそうそう、なるほどなるほど、中は暖かいから、そうか、うん、いきなり移動させちゃったらあれなんだ、そう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 、中山君はそこまで考えとって、ありがとうございます。そしたらあと2匹で全部で5匹。はい。すげえ。これが酸素。本当だ。生酸素。そうか。これで外の冷たい水に。そうそう。一晩ここに置いとったらこの水温が下がるやろ。なるほど。本当だ。一回も取ってないんだ。全部？これ取りたい。いい体してるよ。でっかい。丸々してる。これは卵持たなかった。全部メス？全部メス。え、オスはどこに？オスはまだ田んぼの中。オスはあげて。オスは1年中絶滅のこと。明日産卵させようという時、前の日に初めてオスとメス連れてくる。へえ。
こんにちは。突然やってきました。メリークリスマス。突然やってきました。メリークリスマス。こんなところにいた、こんなところにいたの。お父さんって。おい息子。息子頑張ってる。頑張ってます。今日2時間遅刻しました。2時間遅刻した。いつものことじゃん。正解正解。こういうとこなんだ。いいでしょ。まさか知らんかった。すごい。この前あの釣り、あの波のある中、ご苦労さんでした。おっちゃんも、おっちゃんも、おっちゃんも、ほら、プレゼントだよ。サンタさんだ。サンタのプレゼント。もう、うえい。さあ、なんでしょう。さあ、なんでしょうか。わかるやおっちゃん、ほら、一番前でおっちゃん見られた。マグロ、マグロ、マグロ、マグロ。どこに入れる、どこに。一番下の池に入れる。でかめっちゃでかい。でっかでっかロケットや。やばっか。なんこいつ。でっかー。でっかー。きれい。やばっか。大きいのがね、1メートル近く、95メートル。やばー。でっかー。皆さん運びます。ちなみに前川さんがプレゼントしてくれた錦鯉と中山さんも自分の子1匹皆さんにプレゼントで何年ぐらい生きてるんですか。これでね、ちょっと怖いけど皆さん、10、そう10歳超えが、13、4歳。でかい。すげえ太鼓がやばい。これすごい。悔しい。ここでこぼしたら。あ、本当よ。もう巻きつけとこうって。ずっと。これ太さえ多分これが一番太かった。すごい。すごいよ。太いよ、こいつも。太いよ。やば、でかい。でかい。やば。でもこっちの水温の方が低いですね。まだちょっと。はい。さっき測った9度ぐらいやったんですけど。ああ。じゃあちょっと合わせて。山やしね、やっぱり川の水が。すごいな。でもこっちの方がちょっと川よりは暖かかったです。やっぱり。すごいね、なんか。1度ぐらい。赤が入ると。すごいね。来てないよね、まだあいつ。まだ。なんか鳥はこの大きさ全く狙わないらしいです。食えないから。アライグマとかは？生きてるのは取れなくて、飛び出ちゃって、あのやつとかをお腹とかを食べちゃうから、あの狙うことはないって言ってた。もう桁が、桁が違う。何だそれ。みんな。でもね、ないじゃん、これ。ハイパービックやった。やばっ。うわー。水をちょっと入れて。やばっ。うわっ。そう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 。もう一回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 。はい。かっこよ。かっこよすぎる。でっか。あ、もう話していいですか。いいよ。話しましょう。これも、これもいいですよ。いいよ、いいよ。はい。いただきまーす。あ、どんどん来た。うわ、でっか。うわー。避けてやって、小玉さん。誰か避けてやって。すごーい。うわー。すげー。かっこいい。でっか。すごい。9度ぐらいだった。でっか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 。もうついて。いる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 。これまたいなくなる。次。これでかい。すげー。もう良すぎやろこれ。すごいな。やっぱ大きい方がいいね。池が大きいから映えるね。ああ、大きくてよかった。うわ。見栄えがすごい。
うわー、輸送完了、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ。メス、メスです。全部メス。でもし卵を取るとか、なんかの時にはオスを持ってきます。ほら、春先。はい。そしたら繁殖できるんだ。多分卵を持たせるにはこっちがいいと思います。この大きいやつが、模様がねだんだん消えてきたけども、はい、あの大きいやつがあれなんかはね、卵がね50万から60万ぐらい、それでオスと掛け合わせて30万ぐらいは買える。あとは知りません。すごい大きいからいいわ。うわ、見栄えがすごい、かっこいいわ。今まで狭いところで泳いでたからね。もうほら嬉しいのよ。気持ちいいだろうね。これはね、鯉というのはずっと最初回るのよ、こう。あれはね、こう調べてるのどういう池かね、なんかやっぱり一緒についていく、こうね、ずっと回り出す、寄り添ってる、うん。まあ、この場合はそれでもあのボスとかはいないよ、ね、いやこれあいつほら目の上にアイシャドウがある、ね、赤い左目の前赤いのが可愛いですね。こうやってくるつなと丸見て丸なんかこんだけ広いと小さい、ちょっと小さい感じもするね。そうそうそう、これあんなでかかったのに、これなんか普通の池に入れたらめっちゃでかいんだけどね。今あのだけあのもう今からそんな毎日やるしてもないんだけどね、やるとすれば低水温っていうそういう低水温用の餌とかがあるから、それをやって、もう1月2月とか特にここなんか山で相当水温下がるだろうから、もうやらない方がいい。でもだんだん動かなくなるもんね、冬眠風に。で餌もやらないようにして、で春、あ、まあ連絡すりゃ今ぐらいから餌やったがいいとか、ね、え、じゃあ冬の木は全くあげない、もうやらなくていい、あげた方がもう死んでしまう、やれば食べるのよ、目の前に餌があれば。それでもこの人たちはほら変温動物だけん、体温がないけん、水温が下がればそれだけもうあの新陳代謝がなくなる、それで餌だけ食べても消化しきらないっていうのが、それがずっと冬の間にあれしたら、今度春先4月5月水温が上がって動き出した頃にエラグサレとかいうね、そういう病気なんかでポツポツ死んだりするから、もう生実家1月2月とかはやらない方がいい。へえ、あと何本か持ってきたがいいね、ちょっと。春先にでもちょっと追加して、もともと陽来さんがちょうどこの角度で動画で「あのワイカザー」って言ってたのを、ちょうど僕らが歌番組の収録中だったんです。これで見てって言ったらすぐ持っていこう。申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。全然見え方違うね。そう、違う。もうなんか悠然と泳いでる。鳥は問題ないのね。鳥は問題ない。ラドン、ラドンとかなんかだったら分からない。確かに。すごい。やっぱりいいね。やっぱりああいう本当はね、泳ぐ姿がね一番嬉しいのよね。自分の逆に鯉がこんなところで泳いでるのってあんま見れないから。もう狭いところで泳いでるから。ね、養魚場だから。ああ、気持ちいいわ。綺麗。いや、帰っていい池をありがとうございます。公園でも90センチぐらい、この一番ちっちゃいやつのえらいちっちゃく見えるんですね。でかいわ。近く来たらでかいな、やっぱ。ね、すげー。こうやって改めて見るとやっぱすごいな、迫力が、ね、うん、これやっぱりもうほら嬉しそうにしてるもん、鯉もすごいね、あんな泳ぎ回るんだね。泳ぎが全然違う。いやね、うん、もうあ、こんな泳ぎ見たことないもん俺。もっと昨日全然ゆっくりだった。もう寒くて、いや全部いい動きをするわ。全部一緒になって泳ぐんだね。ね、来年には50万匹になってくるかもしれないから。50万匹や。
そんな生まれるんだでも。50万匹の中から5匹って出るかな。そんな確率ない。出ない。その50万の匹からこんだけ大きくなった人はいないね。綺麗な鯉は、いない。まずいない。で最終的にこうするとあんなのがもう1匹も残らない時が多い。50万やってない。そんな確率なんだ。うん、だから何百万の企業の中からああいういいのが、で大きいのが95センチあるからもう1メートル近く、あそこまでなる声がもうなかなかいい。産卵に挑戦とかね、中山君と一緒にね、うん、それ俺も見てみたい。産卵に挑戦とか春してこうなりましたとかさ、ああね、それでも面白いよね。選別とかもそう、先にやりたい。これは残してください、教えるから。でも